仙台町本部でございます。ありがとうございます。
通りますが、後ろ
っちゃなんですよ。Yes, I'm on that.
I'm going to introduce myself. Yoshiho Matsuda, CBS.
So many cars here. Oh, yes. I got a buster, I got this.
to get up. 20 minutes here. それでは大変長らくお待たせいたしました。
ただいまより第1回フェラーリデイズの開会宣言およびグッドイヤー主催のガーデンピクニック、また最大のイベントでございますコンクールデレガンスを開催したいと思います。開会に先立ちまして、まずマツダコレクションの松田義雄氏から開会宣言を行います。皆様、ようこそいらっしゃいました。それではただいまより1984年第1回フェラーリ・デイズ・イン・ジャパンを開催いたします。ここ私どもヴィンテージカーガーデンでは日本グッドイヤー株式会社さんのご協力によるガーデンピクニックを開催いたします。食事の用意もできているようですし、ぜひ皆様お楽しみください。また同時にフェラーリのコンクールデレガンスも開かれます。素晴らしい山ほどの商品も用意されているようですのでお楽しみに。審査員にはこの度このために、わざわざイタリアのフェラーリ社からデラカーサ社長がいらっしゃいました。ご挨拶は本日のディナーパーティーの席上でいただきますが、ただいまご紹介だけさせていただきます。ミスター・デラカーサさん、どうぞ。ありがとうございます。今晩夕方にフェラーリさんからの方のメッセージがあります。それその時に皆様にお伝えいたします。どうもありがとうございました。それでは素晴らしい天気でもございますので、ぜひフェラーリを楽しみましょう。どうも。ありがとうございました。続きまして、本日のこのガーデンピクニックのスポンサーであられます日本グッドイヤー株式会社のミスターハイアムさんから一言ご挨拶を皆様にお願いいたします。通訳は日本グッドイヤー株式会社の宮川さんです。Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to Ferrari Days in Japan. 皆さん、こんにちは。この度は、Ferrari Day のご参加いただきましてありがとうございました。On behalf of Nippon Goodyear, I would like to thank all of you for attending our Goodyear picnic party lunch. 日本グッドイヤーを代表いたしまして、このグッドイヤーガーデンピクニックにご参加いただきましてありがとうございます。I would also like to thank the other sponsors for helping to organize the first Ferrari Day in Japan. また、このフェラーリデーを、組織、オーガナイズされていただきました皆様方にも厚く御礼申し上げます。These include Mr. Delicata of Ferrari Italy, Mr. Pierce of Karns Limited, Japan's sole importer of Ferrari cars, Mr. Y. Matsuda, organizer and owner of Matsuda Collections, Mr. J. Ackerman of Longines Japan, the officials of Gotemba City, and many others who have helped to arrange and organize this event. このオーガナイザーとして、まず、イタリア、フェラーリ社のミスター・デラカッサ、それから、コンズ社のミスター・ビアス、それから、マツダ・サ
様、マツダコレクションのオーナーでございます。それと、論人社日本のミスター・アークマ、並びに、御殿場市の、皆様方、その他大勢の方々に厚く御礼申し上げます。Ferrari and Goodyear have had a long relationship over many years with the objective of improving the enjoyment and quality of automobile driving and racing. Ferrari 社と Goodyear 社は長年にわたりまして、モータースポーツ、それの、発展のために、長い歳月にわたり、努力してまいりました。For your information, Ferrari's Formula One racing cars are now equipped with Goodyear tires and won the Contractors' Championship in 1982 and 1983. Ferrari の、Formula One マシンですね。これにはあの日本グッドイヤーの、日本グッドイヤー失礼しました。グッドイヤーのタイヤが装着されておりますが、1982年並びに1983年の、2年連続にわたりまして、コントラクターズチャンピオン、これを獲得しております。Also, Goodyear is the largest tire company in the world and has won more Formula One Grand Prix races than any other tire company.また、グッドイヤーは、世界の最大のタイヤメーカーでございまして、この F1、レースはじめ、その他多くの、こういうレースにおきまして、他のどのタイヤメーカーよりも数多くの、優勝を果たしております。Mr. Enzo Ferrari, generally called Mr. Ferrari, has worked closely with Goodyear for many years.Mr. Ferrari, for your information, is now appearing in special Goodyear TV commercials directed at the United States audience. This is just to give you an example of the close cooperation that Goodyear and Ferrari have had over the years. ご参考までですが、一般に通称あの Mr. Ferrari と呼ばれております、Mr. デラカースタ、彼とは、長年にわたりまして、グッドイヤーは、深いお付き合いをさせていただきます。これはあのご参考までにですが、現在アメリカにおきまして、グッドイヤーはテレビのコマーシャルを流しておりますが、そのコマーシャルにも、ミスター・デラカーサーに、ご登場いただいていると、これも一つの、フェラーリ社とグッドイヤー社の良き深い関係を示す一例でございます。Today and tomorrow we will be seeing some of the finest automobiles in the world. And Nippon Goodyear is very proud to have the opportunity to be participating in this Ferrari Day event. 今日、それから明日の2日間にわたりまして、我々は世界における、まあ、最も素晴らしい車を、見ているわけなんですが、このような素晴らしい、イベントフェラリデイにですね、日本グッドイヤーとして参加をする機会を得ましたことを、心より、感謝すると同時にありがたく思っております。Again, we thank you all for coming and hope that you have the most enjoyable 2 days in Hakone. Now it is time to get on with the picnic and let Brasserie Bernard.Serve lunch. I want to thank you very much again for coming. 再び、ありますが、本当に皆さん、今日はおいでいただきましてありがとうございました。どうか、この2日間、皆様方と共に楽しい2日間を過ごしたいと思います。どうぞ、皆さんと一緒に、十分に楽しんで、過ごしたいと思います。それでは、もうすでにランチの準備もできているようですので、ピクニックに参りたいと思います。ミスター、ブラッツリー・バーナードが今回のランチをサーブしていただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。日本グズイヤー株式会社の早山社長さんでございました。それではこれからゆっくり皆様ピクニックをしていただきたいと思います。ガーデンピクニックの後ろの方にテントがございますので、ごゆっくりお楽しみください。なおこの後2時30分になりますと恒例になりまして、市内パレードに移ります。これは今日参加なさっている方全員に参加していただきたいと思っておりますので、このラリーも兼ねたこの市内パレード、ぜひ皆さんこぞってご参加くださるようにお願いいたします。なおその間に本日のこのメインイベントでございますコンクールデレガンスが行われるわけですが、その審査はこの皆さんがピクニックをしている最中に行われます。先ほど松田社長からもご案内ございました通り、商品もたくさん設けておられますし、それからいろいろな種類の特別賞も設けられております。この機会に本日のこのコンクールデレガンスの審査員の方々をご紹介しておきましょう。まず、ロンジンジャパン社長、アッカマン氏、そしてデーマスト・ドゥ・カルティエの社長ベルナール・サンドロンさん、そして TBS ソニーファミリークラブ社長の金井様、そしてマツダコレクションの松田芳生様、先ほどの日本グッドイヤー株式会社社長ハイアム様、そしてさらに林コレクションの林義行様、以上の方々が審査員になりまして、皆様の車を見て、それで、今晩発表する、特別賞の方を発表したいと思います。それではどうぞ皆様ごゆっくり、お楽しみくださいませ。どうもありがとうございました。おめでとうございます。見てまいりましょうか。こちらにビールとかの商品もございますから。これはコースございますので、これです。Thank you.
お持ちになって、このお取り上げの方、まだその参加証をお受け取りになってらっしゃらない参加者の方は、ぜひ参加証をお持ちになって、このお取り上げのご意見をいただいたというふうに思います。どうぞお受けください。あの、あちらへ来てどうぞ、簡単なものですけど。 ドラゴンです。
素敵ね。番号もわからんし、このオーナーの方いらっしゃいます？あそこのとこなんで。都内でそうです。お車のところにお戻りください。
Thank you.
そうですね。15分ぐらいしかないですね。2時半に出発ですからね。あ、3時半か。 まもなくパレードが始まりますわけですが、その前にこちらの方をご注目いただきたいと思いますが、このステージの手前のここにあります、ここで今、市川さんが、もう一発のアトラクションの一つです。 ご承知のように、このヘリコプターの模型っていうのはコントロールが非常に難しいことでよく言われておりますね。ホバリング、それから回転、非常にもう全く普通のヘリコプターの操縦と同じように非常に難しいものです。
はい。じゃあ、はい。
クラウンの後ろつけとくか、はい、Thank you.
これに乗って始めてる。ヘルメット持ってきて。あ、6時まで入る。大丈夫でしょうね。